海の国史、海国史は、江戸時代の地史。文化十一年、1814年に成立。海の国、山梨県に関する、総合的な地史で、全124巻。弊社は、甲府近番の松平貞義、伊予種。1914年、大正4年に、若尾金之助により、編纂書きとされた民間の、収士事業である、山梨県史や、平成期の、 山梨県市など近代に行われた編算事業の先駆であり、現在でも山梨県試研究の基礎資料となっている。志は、記伝体の歴史書における項目を意味する。記伝隊の歴史書は、本義、列伝、表、志から構成され、志は、社会地理や制度、文化等の記述にあたる。江戸時代には、公衆街道など、 街道整備によって人の往来が盛んになり多くの文人が来訪した。また、識字率の向上により、近世前期、中期には武士、富裕な町人、地主層を中心に、近世後期には寺子や、私塾、教学の普及で庶民に至るまで読み書きの能力が普及し、さらに紙の大量生産が可能となったため地域の記録や伝承が、知事や日記、 気候文や随筆として書かれて流通した。海の国においても海の国史に先行する地史類として、海の帽描きやお牛い、海中日記、公衆話などが存在し、天明2年1782年には、萩原元勝により、海の国知史、海の名称史が表されいる。また、将軍、吉宗の頃には、国内記録の散逸が危惧されていたため、 自社奉行配下の青木懇用による公衆の古文書調査が行われた諸州古文書。海の国史の編纂された十九世紀初頭は、全国的に危機意味や、それに伴う一揆、打ち壊しが激化し、また異国戦の来航など内政、外交両面で社会不安が顕在化していた時期であった。漠星では、老中、 松平定信が主導した完成の改革において文教政策が進行され、各地で致死類の編纂等が行われた。幕府は完成の改革における文教政策進行に基づき、今日は3年、1803年に昭平坂学問所に致死編纂事業の専門部局である致死調べ所を設置し、諸藩や諸役所に対し致死編纂の内名を下した。 これにより、海の国史のほか、新編武蔵風土機構などの知史が編纂されている。知史調べ書では、中国法史、知史の形式によらない、漢字化な混じりの文体で、絵図などの図版を多用した、日本型知史の編纂を方針とし、最終的には編纂された諸国の知史を素材に、日本総資リング編纂することを目的としていたという。幸福長年寄り、 坂竹文書、御用日記今日は三年、1803年11月29日上に、よれば、貝の国史の編参は、同年に、甲府金版の滝川利用、では守るの在任中に始まり、支線事業の建前であるが、幕府の内名により、致死編参が命じられ開始されたという、甲府城閣内の甲府学問書、起点館において、 起天館学党の富田武良や鶴軍下矢村、鶴市中央の長百姓、森島元信、矢十郎らが中心となって、編纂に伴う資料調査が開始される。起天館は、大学党、林十歳が命名し、編学は松平定信が記号しており、会の国主編纂の内名は、定信、十歳の人脈が影響していたと考えられている。文化2年に、 滝川の移動により事業は公認の松平定義によって引き継がれ、定義の家臣らが編参委員に加わる。国中三軍では、編集主任である、駒軍西花村、中央市西花輪の長百姓である、内藤清美に守る、字は、うまさ、号は、家計を中心に、補佐として、同軍城、小川原村、甲府市城小川原町の松村男城左衛門の、 意名は、前世が加わり、松平、定義の役宅を編纂書とした。森島、内藤、村松の三名は、定義の家臣として扱われた。富田武良、富五郎、武良は、郷、忌名は縄、三木は、元井が同心。完成五年、1793年3月に、失脚し、翌完成六年2月に交付勝って消不侵役として、赴任する。 起天館設立以前から金板盤子指定への教育に携わり、起天館学等に登用された。武僚は会において多くの文人と交流している。文化四年、1807年に死去。内藤聖英門、1751年から1831年は、西花輪村に生まれる。前島翔平、海中止阿部には、 海の国史完成した、西の聖門の監視が収録されている。このケ介も、父と共に開国史の編纂に携わり、聖衛門を襲名して、私塾、自習館を経営し、天保六年、1835年2月に、西、野村、南アルプス市西野に開校した、京学、小聖堂、西野手習所の初めにも携わる。 松村壇女左衛門の1764年から1817年は上小河原村の官主の家に生まれる。意味名は前世。聖火の村松家は弟が継ぎ、壇上左衛門のは寛成二年1790年に伊豆国へ転居する。伊豆では秋山富みなに弟子入りし、富みなともに伊豆の知事、図州市に携わった経験を持ち、 秋山家の婿となる。その後、聖火を継いだ弟が死去したため、今日は二年、1802年九月に海へ帰国し、村松家を継ぎ、海の国史の編纂に携わる。村松の筆録として、屋上がある。これは、伊豆時代に図集史を編纂するために古文書や記録のノートとして記したもので、伊豆時代には、秋山富南と京著で、牧十までが記される。 それ以降は、回帰国語に、貝の国史を編纂するために活用している。村松寺筆のアーノリは、公衆文庫に、巻十一、十二が含まれる。また、村松寺筆のアー城余りが、赤岡刺激急増資料に含まれる。さらに、大正期に、山梨県史編纂のために収集された、若尾資料には、アーノリの巻十三から、巻十三。 ああ、上ありの写本が存在する。いずれも山梨県立博物館修造。鶴群に関しては、森島はじめ神が主任を務め、森島家の私塾である、友裏園が編纂所となり、塾生らが編纂員として参加している。文化三年、1806年には、資料調査項目が策定され、村々の名主や長百姓に通達され、主院上や、処刑図、 自社の縁に、名所、戸籍、伝承などが調査され、村々の村名祭帳や、絵図類、い、社寺の遺書書など古文書の釈覧も行われている。変をさむちし備えよう転籍海外、口述によれば、海の国史は現存する古物は現地を訪問して、直接調査して編纂したと言われ、今日の文化財所蔵調査に近いことが行われていたと考えられている。文化4年。 1807年8月には貞吉が西丸五小生組番頭に転身したため、国中三軍に関しては西花輪村の内藤正門宅に返産所を移転して事業が継続される。貞吉の江戸赴任のため走行を買い、江戸間で郵送する手間が発生したため返産は遅延するが大学等林十歳が返産を急がせたため加速されている。文化11年。 1814年11月に完成し、貞吉の序文を加え首巻きに、本文118巻、黒録五巻の124巻にまとめられる。翌月には71巻に想定されて幕府に献身され、将軍、家なりの上乱の後に将兵坂が区門所へ付与された。海の国史は幕府に献上された感染書物でありつつも、視線の定裁を取り、 疑わしき旧説や奥説を廃止、根拠に基づき記述態度も真摯であることが指摘される。例えば、巻に国宝の部で著述される、公衆金に関してはその期限を負傷とし、金座役人、松木家文書などを示しつつ、公衆金について考察し、飼の子文書調査を行った、白新、儒学者の青木昆耀の公州略記や、昆耀万録などの著作を引用しつつも、 貝の国史編纂の調査に基づきその誤りを指摘している。また、牧四44、古籍部で著述される、忘れ川については、同盟の河川が見られず、荒川に否定する説と古直史側に否定する説があるが、貝の国史では、海中機構において、荒川説を取っている爆心中学者のお生宗来の見解に対して、異論を記している。一方で、 武田家に関する記述は紅葉軍艦に依拠し、一部には紅葉軍艦の誤りを踏襲している記述も見られる。また、戸籍部では著者の学説に批判的著述であるのに対し、仏事部では自社の演技に関して伝承化した逸話も記しており、資料的限界とも評されている。甲府藩主、柳沢氏に至る。 近世初期の海の領主に対しては、淡々と昇進に関する記述が記されている。武田信玄、柳沢義康に対しては、継承が用いられないのに対し、徳川将軍家に対しては継承を用いており、徳川家康は、臣君と呼称し、歴代将軍は、皇后で呼称されている。なお、歴代天皇に対しては、血字、血字、敬意を示す意味で文中に、 数字分の余白を分けることが用いられている。また、徳川家に対する批判的な記述は一切見られないが、徳川忠だに対しては、発狂と記されている。甲府城に関する記述も少なく、明和事件で処罰された国学者、山形第二に関する記述も若い点が指摘される。時代区分に関しては、天正十年、漢詩で、人を、 人後1582年が区切りとなっていることが指摘される。同年3月には、織田信長、徳川家康連合軍の武田両親公により、武田家が滅亡し、さらに同年6月2日の本能寺の変により、武田医療をめぐる天正神後の乱が発生する。会は徳川家康により確保され、武田医師の多くは家康に侵入し、 同年8月21日には家康に対し、天正人語記章文を提出している。こうした歴史的経緯と、徳川将軍家に対して、敬意を示す、海の国史の執筆姿勢から天正10年を大きな区切りと意識していたと考えられている。村々の人口や現存していない文書の著者など、貴重な情報を記しているため、現代に至るまで広く引用される資料として、権威を持ち、 同時代でも黒川春村、浪山日記焼き天間学等の引用例がある。編纂者である内藤家や森島家には、編纂家庭の草庫が残されており、国史には反映されていない内容も含むため、歴史資料として注目されている。内藤家にはそのうち国中三軍の草庫類が残されており、山梨県教育委員会による調査が行われ、昭和40年、 1965年8月19日に、貝の国史総合本及び編集書資料として、山梨県指定有形文化財となっている。一方、軍内の森島家は直系子孫が途絶えており、明治後に東京へ転居しているため家財が整理され、震災や戦災の影響を思うけ蔵書目録に記されている、総合資料の多くは散逸している。1976年、 昭和51年には当主により残存資料が鶴市立図書館へ寄贈され、現在はミュージアム鶴に移管されている。幕府検信本は憲法を含めて3冊が国立公文書館内閣文庫に所蔵されており、写本は公衆文庫本として山梨県立図書館に所蔵され、現在は山梨県立博物館に移管されている。また、 東京大学や京都大学にも写本が所蔵されている。内閣文庫の幕府検信本は、佐藤八郎によれば、将軍、徳川家成の上乱後に昌平坂学文所に収蔵されたとしているが、同所の蔵書院が見られないことも指摘されている。観光本は、幕府検信本を手本とした、第二本知史体系収録本、1968年、観光。 1998年に再刊、佐藤八郎皇帝、小山閣ほか、会の資料修正、会の総書収録本など各種がある。文政三年、1820年に完成した、父調べ書の間宮琴信が編纂した、諸国知事の解題目録である、変を知事備え用転籍解題には、会の国史をはじめとする海国の知事32点が、掲載されている。 海の国知史は諸国の知史を記した別記の分類され、海の国史は五機内史に準じた知史類として挙げられている。五機内史は原文元年1736年に並川聖書らにより編纂された機内五カ国の知史で、幕府が主導して作られた初めての知史として、後に編纂された知史類に影響を与えたと評されている。他、 変をさむち備えよう転籍海大では、同じ五機内氏に準じた会の告知氏として、会の風土記、会の詩、会の国軍氏、甲州略記、萩原元、かつ、会の名称氏を挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。